沢田康史沢田康史から1937年3月16日は、日本の弁護士、政治家、衆議院議員、静岡県浜松町長。幼名、慶次郎。遠藤海国稲佐郡、金指村で、旗本、金指近藤家家臣、金指陣屋主教役、沢田和四郎の息子として生まれる。そう、前頭に指示し感覚を収める。 16歳で、金沢市関門の番頭に就任。明治維新を迎え、政府の命で、主君、近藤大塔介が江戸に出るのに従う。野村智恵さん、中山久子祭から漢学を学び、剣閣、榊木原健吉の門に出入りした。明治4年7月14日の廃藩置県により、帰郷1873年、浜松県内に小学校が設立され、 同県訓道に就任。その後、二股小学校を辞して、浜松県と事業に関して継争中の上等軍、朝日名村、神田院の代理人となったことを契機に、東京神田の法学塾、法律学者で学び、1877年8月に帰郷して、静岡県の代言人試験を受けて、静岡裁判所管内の代言人となる。 しかし当時の大元人の地位の低さに憤慨して、その職を辞し、1878年2月に上京して1年後、深川区深川冬木町に三和商会を設立し水道用材の請負い業を営んだ。しかし、これらの蔓延で木材運搬の遅延が生じたことにより5000円の負債が生じ会社を解散した。その後、故郷の両親から、 再三帰京を促され、1881年6月に帰省した。帰京するも、なかなか制御に着くことができなかったが、1880年、大元人規則の改正があり、試験内容が改められて大元人への世間の信用も向上したことから、同年8月、再度試験を受けて、1882年1月から大元人に従事した。 1880年結成の国会規制同盟に加わり、遠洋自由党の結成に尽力するなど政治活動を行う。浜松町会議員、浜松町長を歴任。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙において、静岡県軍部から立憲政友会所属で出馬し当選。その後、第10回総選挙まで連続4回の当選を果たした。 1909年、日本政党を食事件で拘禁され、同年7月3日に、東京地方裁判所第2刑事部において、重金庫8ヶ月の有罪の判決が言い渡され、衆議院議員を退職。その後、判決を不服として、控訴、上告を行ったが、同年12月17日に、大審院で判決が言い渡され、上告棄却となり、有罪が確定した。 ありがとうございます。